ラオ博士があそこだっていうふうに指さすとですね、ラナが見ると墓標ですね、お墓がいっぱい立ってるんです。その4万9000人がなんで死んでいったのかっていうのが語られてないですよ。で、あのミステリーみたいなものを残してます。まあ、今回タイトルはコアブロックですね。えー、今回のストーリーですね、ラナとラオ博士はインダストリアの地下500メートルのコアブロックというところへ入ります。コアブロックというのはどういうところかっていうと、これあの日本アニメーションの 公式資料ですね、うん。三角塔があって、その地下500メートルでガーッと潜ったところに、ここら辺までが、あの、レプカのセンサーが届くところなんです。で、ここからレプカのセンサーが届かないところにですね。フライングマシーンですね。ラオハカセの危ないフライングマシーンが降りていって、ザーっといろんな経路、網田富士みたいに通りながら、ややとコアブロックに着くわけですね。で、コアブロックの直径が、 まあ、おそらく、何、えー、でしょうね。200メートルぐらいの半球構造ですね。半球構造なんですね。 で、中央に噴水があって、その周りを林が囲んでいて、川も流れているんですね。で、その周囲にはですね、巨大なですね、まあ20階建てぐらいか30階建てぐらいのマンションというかですね、集合住宅ですが、ぎっしりある。これがコアブロックです。モデルになった建物があります。まあまあ、でもまあちょっとまあここまでで関係を まあ、見といてください。地下500メートルぐらいのセンサーが届かないところにもちろんこれは、えー、超磁力兵器の戦争を前提とした、まあ、残酷都市みたいなものなんですね。直径200メートルぐらいというのは、まあ、僕の見当なんですけどもですね、えー、このコアブロックにはですね、モデルがあります。モデルというのは何かというと、東京のですね、高島平マンモス団地群。 ですね。これはもう完成直後のですね、航空写真です。えー、高島大マンモス団地はですね、周辺を含めて5万人を収容したというふうに言われています。高島大だけではまあ2万人から3万人ぐらいですか。えー、で、周辺を含めて5万人ですね。一つの町というふうに言われました。この高島大が何が画期的だったかっていうと、1972年に完成したんですけども、町だったんですね。 あの、中にも、あの、公園があって、で、あの、お店があって、学校があってっていうですね、一つの街をまるあの、団地が作ってしまったということで、世界的にもですね、例も、例がない。どちらかというと、旧ソ連がやりそうなですね、巨大なですね、一つの街をまるまるを作ってしまったんですよ。で、まあ、1972年にできました。で、14階建ての超高層、 建築です。当時で言えば超高層建築なんですね。えー、ゆえにということもないんですけど、これ高層建築ゆえにですね、毎年100人以上が飛び降りるですね、自殺の名所になってしまったんですね。で、コナン、未来少年コナン放送の1年前ですか。未来少年コナンが放送したのが1978年ですか。その前の77年にはですね、母親が蒸発した親子ですね、父親と子供2人がですね、えー、 投真自殺をするという事件があって、これがもう大々的に報道されたんですね。で、この時のですね、あの、子供の遺書、お母さんは地獄に行けっていうですね、遺書を残して、この親子3人は飛び降り自殺した。これで、この壮絶なですね、えー、遺書でも有名になりました。で、大友克弘のですね、ドームっていう漫画があるんですね。えー、団地に住んでいる、まあ、 おじいさんが実は超能力を持っていて、で、女の子を持っていて、いわゆるサイキックバトルになるという話なんですけど、それの舞台にもなったところです。えー、で、この高島平マンモス第地がですね、おそらくあの宮崎駿目には文明の行き着く墓場みたいに映ったんだと思います。ちょうど本当に未来少年コナンの設定やってる時にできたような、あの、建物で、あ、あの設定やってる前だ。もう遥か前にできたんですけども、自殺者が本当にものすごく増えているということで有名になって、 77にさ今も言ったです、ね、なんでこんな近代的な何もかもある素晴らしいところでそんなに自殺者が増えるのかという報道があってその中で親子3人が飛び降り自殺というのがあったでその次の年の未来少年はこうなんだから当然ですね僕はあのこれが宮崎駿に影響を与えたコアブロックのモデルだというふうに思っていますでコアブロックはですね地下500メートルの,あの、まあ、地下都市なんですけどかつて5万人が住んでいたまあほに高島大学と同じなんですね で、しかしですね、今誰も住んでないんですよ。この,コ,ーナーのコアブロックは。で、なんでですね、そのコアブロックに今誰も住んでないのかっていうのは未来少年コナンの中で話されてないんですね。で、現在のインダストリアの人口がですね、1000人以下、1000人にも満たないというふうにラオ博士は言ってます。じゃあなんでコアブロック自体はあのエネルギーがあって住める街だったんですよ。 元々は。それがいつの間にか人がいなくなったのが理由がわからない。あの人口のですね、98%ですね。なあの4万9千人がいなくなっている。その4万9千人はどうなったのかっていうと、ラオ博士があそこだっていうふうに指さすとですね、ラナが見ると墓標ですね、お墓がいっぱい立ってるんですね。その4万9千人がなんで死んでいったのかっていうのが語られてないんですよ。で、この答えは12話では語られてないんですけども、 23話の海洋島でですね、一応答えられるまで、あの、お預けになっている。なんか、こう、ちょっとであのミステリーみたいなものを残しています。だから、あの、未来少年子なんて、その、その当時の世相とかも割と織り込んでるっていうのがあってですね、面白いんですけど。